はい、どうもこんばんは。今日なんですけど、高額デモテープっていうテーマで、動画を撮ってるんですけど、まあその前に、まず、皆さんに見ていただきたい映像があるんで、少々お待ちください。はい、これなんですけど、まあ、YouTube で、まあ、アンジャッシュって入れますと、これ白黒アンジャッシュですよね。まあ、2月の15日に、まあ、放送された、まあ、切り抜きを、まあ、切り取ってそのまま上げてるやつが、まあ、何人もいるんですよ。まあ、ここにもここにもいると。で、昨日見た時は、もっといたんですけど、まあ、これもですよね。で、まあ、消されたのか本人が消したのか、わかんないんですけど、多いです。で、クソ YouTube の運営の方に言いたいんですけど、なんでこれに、まあ、広告がついてんだっていう話なんですよ。まあそれと、今 Twitter の方 で、皆さんはこいつ知ってますか？まあ僕は知らないんですけど、人気女性プロゲーマーらしいです。で今、Twitter で、まあ騒がれてるんですけど、こいつが、170センチ、まあ男性で、170センチない男性は、男性には人権がないと。いう発言があったんですよ。で、まあ、これ映像でも、まあ、ツイッターの方に上げてる人がいるんで、まあ、自分も、サブチャンネルで、上げようと思います。で、誹謗中傷、僕前々から言ってるんですけど、まあ、いいですよって言ってます。で、誹謗中傷さ、否定するやつは、このブスに対しても、中傷しちゃダメですよ。これだけは言いたいです。で、思うんですよ。言い方の違いなんですよ。抗議、否定、抽象、全部一緒です。言い方が違うだけです。なので、僕のツイッターは、こんな感じで、僕そのまま載せれるんですよ。まあ別にさ、まあこの動画を、まあ100人見てて、100人全員が高評価押すわけねえじゃん。登録するわけねえじゃん。それが当たり前なんです。で、誹謗中傷がダメだと許せませんって言ってるやついると思うんだけど、よく聞けよ。まあ、この動画を見てる人で、車を運転する方もいると思うんですけど、なんで運転すんの？車乗ってたらさ、事故起こして死んじゃうかもしれないよ。運転するのやめなよっていうのっておかしいわけじゃん。まあ、仕事が車関係だったり、ね、仕事で使う、まあ、趣味が車の人もいるわけじゃん。で、SNS も同じなんですよ。自分で、ね、好きなものを、まあ、投稿するわけじゃん。で、中には、ね、俺みたいにさ、誰こいつみたいな、思われる人もいるんですよ。それは当然です。ね、まあ、SNS の中での事故なのかもしれないけど、そんなのは仕方ないんです。まあ、そんなのを気にしてたら、まあ、どこの誰が見てるかわかんないネット配信なんかできないんですよ。メンタル弱いやつは、やめろよ、ゴミ。っていうことなんですけど、で、高額デモテープ、買ってきました。まあ、探せばあるもんですよね。まあ、今から、まあ、20年以上、前のバンドの、デモテープになるんですけど、まあ、ありました。まあ、ちなみに、ネットではないです。まあ、どんなものでも、実際手に取って、まあ、自分で見たいんで、ネットではないです。まあ、用意するんで、少々お待ちください。まあ、買ってきたのは、まあ、とりあえずこの4本。この4つですよね。まあ、ざっと。誰かわかります？まあこんな感じなんですけど、まあ一つずつ、出していこうと思います。で、まずは、これですよね。これわかる人います？まあ4人組です。まあ自分も、動画で、まあ2本ぐらいですかね。2本というか、まあ1本の動画ではないんですけど、まあ紹介してるんですけど、これは、ミッソ・オブ・ルージュですよね。まあデッパナルシストの、バンドというか団体になるんですけど、ミスト・オブ・ルージュの、タイトルというか、何でしょう、これは。よくわかんないです。なんとかの毒切りでいいんですかね。なんとかの毒切り、この方が見やすいかな。これでわかると思うんですけど。で、次が、これですよね。まあ、これも、まあ、動画で、何回か紹介してるんですけど、これはわかりますか？シセル種って書いてあります。まあわかると思うんですけど、デフラワーですよね。デフラワー。デフラワーの、シセル種ですね。これ何曲入ってんだ？これ多分 A 面 B 面で、3、4曲ぐらいか。まあ5曲入ってます。
まあ、これは、まあ、僕の、ね、ツイッターの、画像に、使わせていただいております。ケンゴさんが、いますよね。ケンゴさん、ケンゴさん、これ映りいいですよね。映りいいというか、もう顔が白すぎてもうこれわかんないですよね、このバンドは。はい、デフラワーです。デフラワーの、捨てる種、これ持ってる人とかいるのかな。で、次が、まあ、これも、まあ、これもわかりましたね。はい、まあ、血だらけというか。で、後ろにメンバーが書いてあるんですけど、マディス・グレールの、教師楽園、まあ、知ってる人いると思うんですけど、教師楽園ですね。で、このデモって、このテープだけひどくないですか。これコピーって思いません。せめてさ、なんかマディス・グレールとかさ、なんかバンド名ぐらい書けよって感じじゃない。他のはちゃんと書いてあるんですよ、こういう風に。まあ、デフラワーとか書いてあるんですよ。で、ミスト・オブ・ルージュもこういう風に書いてあるんですよ。マディス・グレールだけなんですよこのなんかコピーみたいなさ、これ大丈夫これ、まあ、誰か違法で売ってんのかな。何も書いてないと。でも、まあ、このチャンネルを見てる人は、まあ、知ってる人もいると思うんですけど、まあ、このデモテープ、まあ、いい曲っていうか、まあ、これも5曲、まあ、入ってるんですけど、呪われし、花の生命命で、ミッサントループ、黒装束の調べ、教師曲、教師楽園と、まあ、代表曲なのか、まあね、このバンドはミッサントループ以外は雑音なんですけど、5曲入っております。まあ、値段は後から言いますんで、まあ、初めに、まあ、紹介していこうと思います。これ持ってる人に聞きたいですよね、本当教師楽園、こんな何も書いてないじゃないですかこれ本当大丈夫だろうって思うんですけど、売ってました。で、最後、4本目も、素晴らしいバンドになります。これ持ってる人いますかね。これ見てわかります。で、裏バンド名も書いてあるんですけど、これですね。これ知らない人絶対読めないんですよね。エゼキュエルの、預言者の快楽でいいんですか。預言者の快楽、まあ、合ってますよね。まあ、エゼキュエル自体知らない人が、多いかもしれないですけど、これ全部マティーナです。あ、全部じゃない、まあ、これだけ違うんですけど、マティーナですね。まあ、これも、まあ、雑音になります。で、歌詞カードが、まあ、これだけですよ1曲しか入ってないじゃん。まあ、まあ、2曲一応書いてあります。で、メンバー名前もなんかね、カッコつけたいのかもう分かりませんメンバーの名前が分からないんですけど、エゼキュエルの、預言者の快楽っていうデモテープです。まあ、他にもあったと思うんですけど、まあ、とりあえず、4本買ってみました。まあ、この動画見てる人で持ってる人いるのかな。なんか中にはいそうとは思うんですけど、まあ、ちなみに、家にラジカセがないので、まあ、聞くことはできないんですけど、まあ、飾りとして、まあ、買ってきました。ミスト・オブ・ルージュ、デフラワー、マディス・グレイル、エゼキュエルです。で、それでは、値段の方を発表していこうと思うんですけど、まあ、あまりに高額なんで、まあ、動画見てくれてる皆さんは、まあ、びっくりすると思います。いきます。こちらから、エゼキュエルさん、預言者の快楽、780円です。で、次、マディス・グレイルさん、教師楽園、980円です。で、次が、デフラワー死せる種、780円です。で、最後、こちらですね、ミスト・オブ・ルージュさん、480円が、半額の、まあ、240円でございます。まあ、デモテープを、まあ、今でも探してる人、まあ、持ってる人もいると思うんですけど、
こんな安いんですね僕知らなかったんですけど、まあ、700いくら980円とかでこれも780円とかで半額の240円と、こんなもんなんですか。で、まあ、状態はまあ聞けないんで何とも言えないんですけど、まあ、僕の見た目では、まあ、状態はいいですっていう感じなんですけど、あとこれも買ってきたんですよ。これ分かる人もいると思うんですけど CD ですよね。これ表だけ見て分かる人いいのかな。これも、次回かその次ぐらいに紹介したいんですけど、これも懐かしい曲、懐かしい曲というか、バンド、これ10バンド入ってるんですよ。10バンド入ってまして、僕全部は知らないです。これ面白いのが一番上にボルケーノが書いてあって、一番下にルアージュが書いてあるんですよ。まあ、こんなことないじゃないですかこんなことないんですけど、この CD には、まあ、10バンド全部知らないです。全部はというか、まあ、半分も知らないんですけど買ってみましたという感じで、まあ、皆さんも、まあ、デモテープは安いんで興味ある人は、買ってみてください。はい、ということで、今日も最後まで動画を見てくれてありがとうございました。